はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。近藤辰之様、浦目様、あるいは、ライム様、三島の小鉄様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。あと河野太郎の裁判費をね、何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがとうございます。今日2月26日は226事件の日、政治家と財閥が結託し併合した朝鮮半島の開発にですね、莫大な税金を投入、庶民は重税に苦しみ、東北の農村では娘の身寄りも相次ぎ、決起した兵の中には妹が身売りした者もおったと。で、政治が腐っておる、腐りきっておるつってですね、まあ各要人宅に押しかけて、何グループかに分かれてね、で殺害して回って立てこもったという事件でありますけれども、 NHK ドラマおしんはこの時代のものですね。おしんも身売りっていうか口減らしでどっか方向に出されてなかったっけ。この時代東北の農村では凶作とか不作とかあると、途端に困っちゃった。税金が重くて、なんか今と同じような感じですね。226事件、朝鮮半島のせいであります。謝罪と賠償を要求していいぐらいであります。財界の寄付に目がくらんで必要のねえとこに税金流してんのは、まあ今も同じですよね。同じ、政治学さ、まあ娘が身売りとか、妹が身売りとかいう事態にまでなったら、やっぱりやられんだろうな。問答無用つって、総理大臣とか、その他大臣とか、がやられるような事態になるんでしょうけれども、まあまあ今はそこまでは行っておらんというだけで、自民党に年間24億円も寄付してるですね、経団連。そりゃ言うこと聞きますよね、自民党はね。安く使える外国人を輸入してよ、わかりましたって言うよね。その時からあんまり変わってねえな、構図がな、思います。自民党、和田政宗参議院議員。トルコがクルド人を弾圧していないというのは、トルコ現政権のプロパガンダであり、欧米各国で弾圧なしなどと言ったら笑われる。トルコ政府はクルド人を弾圧してるって言っちゃってんですけど、大丈夫っすかねこれ。誹謗中傷じゃねえのか、トルコ政府に対して。世論です。クルド人の議員もいるし、クルド語教育や文化活動も可能なんだが、川口周辺のクルド系らが日本人の暮らしを脅かしているのは事実。日本人死ねという奴らを認めろとでも、仮にそうだとしても、なんで日本が保護してやらないと、保護してやらなければならないんだ。日本人が差別をしているというのは、岸田のプロパガンダじゃねえか。クルド人が日本人弾圧始める前にどうにかしてよ。弾圧されてたらパスポートもらえないはず。何この人、クルド人に弱みでも握られてんの、いうことで。トルコがクルド人を弾圧してないっていうのは、トルコ現政権のプロパガンダってことは、トルコ政府はクルド人を弾圧してるって言っちゃってますよね。言い切ってますよね。立憲だの共産だの、全く相手にされてない野党議員が言うなら、まだしも、与党議員がこんなの言っちゃっていいのかな。下手したら日本政府も同じ考えなのか、自民党も同じ考えなのか、俺らがクルド人を理由もなく弾圧してるって言うのかっていう抗議来てですね、国際問題になりますよね。むしろなってほしいものですけれども、和田ね、自民党に怒られそうですね。投稿消して謝罪しろ、発言の撤回しろ、でないと次公認しないぞって、怒られるかもしれない。中日トルコ大使、クルド人差別などない、送還に協力するとがっつり言ってるし、弾圧されてんならなんでね、トルコ政府にパスポートを出してもらえたんだよっていう話。トルコ政府にですね、外国に旅行してもええで、移動の自由を許されたからパスポートもらえたんでしょう。これのどこが弾圧なん、弾圧されてるならなんでトルコ国会にクルド人議員が何十人もいんの。そりゃクルド労働者党PKK はテロ組織ですから、弾圧っつうか排除してるよ。空軍がミサイル攻撃とかしても拠点に。
これとは、和田は混同しているんじゃないか。クルド人を弾圧しているトルコ政府が、こんな言い切っちゃっていいの？議員も弾圧されてたら、立候補できないんじゃないの？そもそもが。で、当選も、できないんじゃないの？欧米各国では弾圧なしなどと言ったら割れる。これはどこの欧米各国なの？その欧米各国の誰なんだ？どこの誰が笑うのか、主語はっきりさせよ、主語。欧米各国だけじゃ、主語でかすぎますよね。クソでか主語って言うんですけど、その欧米各国は、なんでパスポートもらえんの？なんで議員になれんの？っていう疑問をちゃんと説明できんのか、いう話。仮に本当にですね、トルコ政府がクルド人を弾圧してるとしても、なんで日本人が保護してやんなくちゃなんねえの？そんなのおかしいべ。よそ言ったらいべ、よそ。弾圧されてかわいそうな連中ならですね、日本人死ねえとか、精神病院行けって言われても、我慢しろって言いたいのか、わだわっていう話。なんか尻滅裂な説明できないことを表明しちゃって、票集めの偽装保守っていうことがはっきりしましたね、これ。この人全国比例だから、次ないな。和田はですね、河野太郎と同じように、誹謗中傷には法的措置を取るって、脅してますけど、私訴えられるように頑張ります。法的措置を言い出すやつって、実は追い詰められてんだよね。追い詰められてないと、法的措置って言い出さないもんね。和田は、悔しかったら私を訴えろって。そんで、なんでクルド人議員が何十人もいるのか、パスポートもらえるのか、飛行機乗って日本に来れるのか、説明しろって話ですね。外国人在留カードを来年中に、2025年度中に、マイナンバーカードと一体化する政府方針、国会提出されました。国会提出なのかな？これ入管の方針が発表されたのかな？世論です。在留カードは偽造されまくりだから、マイナンバーカードと一緒にするのは正解。チップ読み取り義務化で、免許証の国籍欄なくす必要なかったってことだよね。保険情報も入って管理しやすくなる。いいね、不法滞在者補足がはかどりそう。なんなら指紋と DNA も登録で、あと免許と保険証とパスポートを一体化すれば最高。最高ですね、これね。職質でマイナカード見せろって言うようになるんかな。偽造の罪もっと重くするべき。パヨ怒りの安倍川連子中長期滞在者の在留カードって書いてありましたね。滞在期間、滞在期限が3ヶ月の観光ビザとかで来てる観光客には在留カード渡さないんだね。観光ビザでこと足りるもんね。マイナンバーカード一体化ということはよ、 IC チップが在留カードにつくってことですよ。偽造がこんなになりますね。IC チップの偽造もね、可能なんだろうけども、大元の端末をハッキングしないと、情報書き換えは難しいでしょうね。これを回避してですね、大元をハッキングするのをしないで偽造できるんだったら、クローン携帯がもっと出回っててもおかしくないですよね。あれ、俺と同じ番号のが、3台あるとかね。在留カード偽造が横行してるようなんで、早くやれ早く。これに反対するのはですね、偽造在留カードで不法滞在しているやつと、その仲間、ぐらいですよね。佐賀女子短大、生き残りのため留学生獲得を目指す。介護寮、介護科で男子生徒も受け入れちゃう。女子短大だけど。介護科クラス18人中、日本人は4人だったわ。あとはミャンマーとネパール人。という記事が朝日新聞に載っておりました。世論です。留学生入れて補助金ゲットビジネス。もういろいろと諦めて廃校した方がいいのでは。留学生は職と家庭をゲットできるな。外国人が日本で介護の仕事やるわけないじゃん。潰さなきゃいけない大学山ほどあるのに、延命させるの、ほんと、闇と。学生一人当たり、年間10万円程度支給されますから、私学助成金、それが学校の目的ですよね。生徒1000人集めたら、文科省から黙って1億円もらえるんだもんね、年間。補助金にはですね、日本人学生と外国人学生の区別ない、文科省官僚も天下り先の学校がですね、人口減少でバタバタ潰れたら困んで、安易に外国人学生で補充しようとしてんだよね。学校潰さねえようにしてんだよね。
外国人を教育するための機関なのか文科省は、日本人を教育するための機関じゃねえのか文科省は、で非常に尺に触りますね。文科省はですね、お前ら卒業しても帰国すんだろ、我が国のためにならないんだから学費倍なっていう米国見習えって、こっちの方が正論だよな、どう考えてもな。こういう官僚のための税金を地道に減らしていかないとですね、今の重税減税できないですね、減らせないですね。ずる賢い官僚の言いなりのおつむがぬるい自民党じゃまあ無理ですけどね。問答無用だぞもう。その他のニュース、政治資金不記載で二階俊博元幹事長の、梅沢修一秘書有罪確定、刑罰の内容は報道ありませんでした。罰金かなんかで済んだんでしょうかね。罰金かなんかで済んじゃったんでしょうかね。略式起訴だっていうから、議員の代わりに逮捕されるのが議員の秘書の仕事、温泉で浮いているのを発見されるのが鳩山由紀夫の会計責任者の仕事、あとは小沢一郎に関係したばっかりに、なんか知んねえけど自殺しちゃった西増建設の専務とかですね、まあいろいろありますよね。年金最終納付率2010年の 64.5% から 80% 超に改善いたしました。年金機構5年後までに 80% 後半を目指すだそうであります。昔は年金をですね滞納しても口座凍結や給料差し押さえはなかったんですけど、今は普通に税金の滞納と同じように口座差し押さえ、あとは給料差し押さえ、口座凍結、普通にやられます。年金保険料じゃなくてですね、国保税と表現を同じくしてですね、年金税って名前にすればわかりやすいんですよね。税なんかってみんな気がついて滞納減って思いますけどね。これも実質税負担率に含まれてるんですよね、実はね。都内のガソリンスタンド数、2003年2114箇所、2023年912箇所、半分以下になっちゃいましたね。記事なんですけど、人口減少と車の燃費向上と電気自動車の台頭で減ったのかなー、なんて書いてありましたけれども、東京新聞ですけど、まあそれとですね、私考えるに通販増えたことも関係あるんじゃないかな。昔は何でも自分で出かけて行って買ってましたもんね。Amazon 配達員が1日何件配達しか知らないですけど、仮に100件、配達するとすればですね、1人の配達員が100人が外出する理由をなくしているって考えると、まあれですよね、外出が減らせたってなりますよね。学校も外国人と補助金で延命しようとせず、ガソリンスタンドのようにね、静かに人口、世間に合わせた数に調整していけよという話ですね。無理やり延命してね、性差別主義と戦う SSS という団体、なんかおっかないですね。これドイツ労働者党の親衛隊ですか、が就活をサポートするですね、就活をサポートする就活の未来キャリアパーク、ポートキャリアを運営する会社にですね、女性は就活で化粧しなさいって進めんなーという内容の抗議文を送りつけました。これただの営業妨害ですよね。うるせえなー、面接に化粧をせずに行けって言ってんすけど、面接に化粧をしないで、いい世の中にしたいみたいですけど、そんなの個人の自由だっぺって、なんで化粧しないことが性差別をなくすことにつながるのか謎ですよね。こいつらの脳みそ回路はどうなってんの。男女とにかく同じくしたいって言うんだったらば、男も化粧しろって言った方が建設的じゃないですか。男だって、あれだ、外見に気を配んなくちゃダメだよ。ちょっとファウンデーションぐらい、塗ってですね、シミとか隠した方がいいよぐらい、言った方が、建設的なんやの。他人に持論を押し付けるのが特徴といえば特徴ですね。我々は、ビーガンにですね、お前らも肉食えよって、しつこく、付きまとったりしないもんね。抗議したり、抗議文送ったりもしないでしょ。俺らさ、化粧しないのが性差別をなくすって思ってんだったら、自分らだけで勝手にやってるの、静かに黙って。大田区路上で散歩中の犬を蹴り、飼い主の顔をナイフで切りつけた
無職広岡幸三77歳逮捕、怪我したかどうかは記事にありませんでした。すれ違った際吠えられたためカッとなったみたいであります。なんで77歳が日頃からナイフを持ち歩いてんのか、危険人物だねのこれ。犬種は不明なんですけど、どうせドベルマンとかシェパードじゃなくてですね、自分でも勝てそうな小型犬蹴ったんだろチワワとかね。すれ違いざま吠えられるって犬から嫌われるなんかあったんですよ。なんか険悪な雰囲気であるとか、なんかこいつやばそうみたいな、年齢関係なくね、こういうの許せませんね。77歳いい年して何やってんだよって思いますけどね。メール登院になってもらって日本改革党ご支援ください。動画説明欄から、動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご登録ください。あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。